2018年最初の放送です。早速ご紹介したいと思います。花鳥流感想学の、ね、岡井長光先生です。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。明けましておめでとうございますですね。おめでとうございます年末ちょっと、ね、お目にかかれるチャンスがなくて本当に申し訳なかったんですけども、いいね、こちらの方こそ今年もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、うちの放送でも、はい、昨年の年末いろんな方からですね、はい、今年すごい年になるよっていう話をいろいろといただいてたんですけども、岡井先生の目から見て、はい、2018年どうですか。私もすごい年になると思うんですね。そうですか。はい、それはどんなあたりで。どんなあたりっていうかね、なんかなんかこういろんな気の流れがどんどんなんか今目まぐるしく変わってるのが、はい、去年から今年にかけてだと思うんですよね。ええ、でそれが本当に今年こう確実に、ええ、なんていうかな、こう変化を遂げるのが今年ではないかなっていうふうに思ってまして。はい、はい、そうなんですね。はい、そっかそっか。でもその運気、はい、まあ今までにも何度となく、うん、こう運気と顔、はい、そして脳、これ全部密接なつながりがあるっていうふうに教えてきていただいてるわけなんですけども、はい、とするとこの運気の流れによって、はい、我々の顔も変化していくわけですよね、きっと。そうなんです、はい、顔がね、輝いてるだけで運気の半分以上は入っていうふうに 見るんですね。でそれは顔が輝いてるってどういうことかっていうと、はい、張りとツヤがあって、やっぱり顔にこう気が流れてるっていう顔を見るんですけれども、はい、じゃあそれはなぜかっていうと、人間の体って自律神経が、はい、全部こう体を動かしてるわけじゃないですか。そうですね。でその一番近くにあるのがこの顔なんですよね。はい、ですから、うん、脳と顔との連携っていうのはすごく密接な関係にあって、ですから顔が本当に輝いてこうなんかツヤツヤしてる人、顔色のいい人っていうのは健康だっていうことも分かるし、自律神経がきちんとその交感神経とか副交感神経がちゃんとしっかり働いてると、うん、いい顔になるんですよね。そうか、はい、ちなみにですね、うん、私昨年末、はい、ちょっと病気になりまして、はい、ずっと寝込んでるような状況だったんですよ、うんうん、でまあ、普段とは、はい、心持ちも随分変わって、はい、なんか開き直ってるような私っていう状況の年末、はい、で今年のこと年明けなんですけども、はい、私の顔って変わりましたかね、うん、とっても変わったと思います。変わっちゃいました。変わっちゃいました。どんな風に。穏やかになって。あら、めぐみさんはね、はい、ずっと額を、ええ、出した方がいいよってずっと言ってたんだけど、はい、今までそういう風な額を開けてるお顔を拝見したのは今年本当に今日が初めてっていう感じなんですえ、そうですかね。たまに出してましたけどみたいな。でもね、そんなにね出てなかった、はあ、それも多分なんか無意識に自分の中で、ええ、何かこうエネルギーであったりとか、はい、自分が今何か変わるとしてて、はい、何かをこう受診したり発信したり、またそのちょっと体調があっておっしゃってたんだけど、はい、自分の中にあるやっぱりこういらない気であったりとか、やっぱりいい気を取り入れようと思うと中にある悪い分を出さなきゃいけないじゃないですか。そうですね。でそういうやっぱり気の呼吸をするのは人間の額なんですね。はあ。額ってこの前もお話ししたのに、額と眉が前頭葉の部分であって、はい、でそこでこうやっぱりこう気の呼吸をしているわけなので、はい、そういうところをやっぱりこう開けて、そして本当にいい気を取り込んで去年のそのね、はい、悪い気を交換しようっていうふうに、なんかこうなんていうかな、こう無心に思われて出されたんじゃないかなって思うんです、はい、全く無自覚なんですけどねでもね、またそれとともに、はい、目の表情がね、目って心が出るんですけど、すごく穏やかになってる。何にも考えられなくなってポヤーンとしてる感はあるんですけど、でもそれが大事であって、やっぱり頭の中をね、真っ白っていうんじゃなくて、なんだっけ、空にするっていう、はい、それが座禅というか、瞑想なんですけど、はい、それができるようになったんじゃないかなって思うんですね。だからとても心が穏やかなんです。前はなんかこう常にこうピリピリしてるようなものが、はい、なんとなく目にあったんだけれど、はい、すごい落ち着きが出てるんですよね。
そうですか、うん、私的にはなんて言ったらいいのかな、うん、単に麻痺してポヤーンとしてる感じがするんですけど、いえいえいえ、ね、ポヤーンとしてて、もしそういう状態であれば、はい、額にそんなね輝きがないんですよ。え、輝いてますか？輝いてます。それも無自覚なんですけど、うん、よくそういうとみんなね、私汗かいてるとかで、油が出て、油切ってとか言うんだけど、はい、ちゃんと油と汗が入り混じって乳化されたのがこう皮膚なんですよね。そうですね。そこに皮脂膜があるわけだから、はい、それがちゃんとこういい状態であったら、光が当たったらピカッて光るじゃないですか。あ、だからその状態だっていうことが見えるわけ。なるほど。もし今状態が悪ければ、ここ真っ暗になっちゃって、そんなに顔に輝きがないはずの。へえ。あともう一つ聞いたことがあるんですけど、はい、顔に何ていうのかしら、シミ？いえ顔の皮膚、うん、皮膚のところの、はい、状態が、うん、いい形になっていないと、こう、うん、網の目のようになってるじゃないですか、皮膚の状態。そうですこの網の目がなくてつるっとした状態だと、光って逆に反射しないそうなんですよ、うん、なのでちょうどいい状況の皮膚だと、いい感じに光を反射するって聞いたことがあって、それって年々年を重ねると崩れてくるので、綺麗な状態のこの皮膚じゃない、そうすると輝かないっていうのを聞いたことがあるんですよ。でかなりいいお年になってきてしまっているので、うん、もうなんか自分で鏡見るのが恐ろしくなりつつある昨今なんですけど、それはなくて、確かに皮膚ってよく28日周期っていう、はい、そのターンオーバーっていうのは20代は28日周期でいくんだけど、はい、だんだん年重ねていくと28日プラス年齢みたいになって、その皮膚のターンオーバーが遅れるだけなのね、はい、なので例えばこう化粧品を変えた、じゃあ皮膚が良くなるかしらって言った時に、はい、今までは28日くらいで結果が出たものが、はい、もうちょっと伸びるみたいな、それがあるけれども、その組織とか、はい、それが崩れるってことはさっきの自律神経に戻るんですよね。だから水分と油分との関係がきちんとしていて、自律神経が全部動かしているわけなので、はい、毛細血管も体全体を血液が流れてるわけじゃない、ええ、だから結局はその自律神経がしっかりしてなければ体全体が健康じゃないので、うん、もちろん皮膚も顔だけじゃなくて、これ皮膚って体全部一枚で覆われてるわけですよね、はい、だからそういった意味でいろんなところにもっといろんなことが出てくるはずなんですね。まあ、それで昨年免疫とかが低下して病気になったかなと、うん、帯状疱疹という病気だったんですけど、それは大変でしたね、はい、免疫力が低下してないと起きない病気なので、はい、あらやばいって思ってたんですよ、はい、うん、なのでまさに本当にいろんなことが崩れちゃってる自分、うん、あら大変だわって思ってたんですね、うん、それはなんかほらめぐみさん、なんか去年、はい、糖質ダイエットかなんかやったとか、いろいろなことやりました、ね、はい、だからそういったことでこう体内のバランスが崩れたってことももちろんあると思うんですよね、はい、うん、そうかもしれません。だからやっぱり人間って自然のものを食べて、はい、本当に食べたもの、食べるものでしか調整できないので、やっぱりそういったことが健康につながり、健康であればもちろん顔もね、いい顔になるし、はい、っていうことだと思うんですよね。だからすごく皮膚も、はい、すごくこの辺パンって張って、ほっぺなんですけどね、はい、でツヤツヤしてらっしゃるから全然問題ないと思います、はい、そうですか。そうなのか。なんか私的には運動も全然できなくて、食べるだけ食べてしまってどんどん体重に反映し、去年やったダイエット、あれは全部無駄だったんじゃないかみたいな状況なんですよ。なるほどね、でもそうじゃないかな。そうなんですかね。無理したその逆の効果が、はい、そういった病気というかにつながっていって、はい、今結局そういういらないものを全部こうきれいに、はい、出して、すごくいい状況に戻ってきてるんだと思うんですよね。なんかプラスマイナスされて、いい状況が残ったみたいなところなんでしょうかね。ありますし、なんかそれよりもなんか心というか、はい、なんか脳というか、それがすごくいい状態になっているので、それが顔に現れている感じがしますよね。そうですか、うん、なんかそう言っていただくとすごく嬉しいんですけれども、うんうん、まあ、なんか私事の話ばっかりになってしまったので、いえいえ、聞いてくださっている方にとって、はいはい、まあ、今の流れの中で、
参考になるような部分、うんうん、こういうふうにしたらより素敵な、うん、あの表情、うん、お顔立ち、うん、そして運気、うん、こういったものを引き寄せられる、そういったポイントって何かありますかしら。そうですね、あの本当になんかこうどんな辛いことがあっても、はい、やっぱり笑顔を忘れないってことだと思うんですよね、はい、でそれはあのさっき言った自律神経の動きを、あのきちんと整えるためには、はい、交感神経と副交感神経がきちんと作動することなんだけれど、はい、最近よくほらあのイライラして切れやすいとか、はい、多いですね、うん、やっぱりこう口角の下がってる人とかっていうのは、はい、やっぱりこう悲しかったり悔しかったり、なんかいい状態じゃないってことですよね。そうですね、だけどそんな時こそ笑顔を作ると口角が上がるんですね、でそうするとあの逆に副交感神経に働いて非常にいい状態が戻ってくるんですね、だから本当に辛い時こそ笑顔を持って、はい、あの生きていくというか考え方を変えていくというか、うんうん、それが本当にいい顔になる秘訣なんですよね。はい、そうですね、はい、なんか最初はちょっと嘘でもいいから笑ってみよう、笑える何かを見つけて笑顔になってみよう、はい、それを取っかかりにしながら、はい、自分の脳の中身を少しずつこう活性化させていい方向に向けていく、だから顔が先でもいいし、はい、考え方が先でもいいし、はい、どちらでもいい、はい、で笑顔はあの手でもいいし、えあのよく割り箸加えてもいいんですかとか言われるじゃないですか、はい、あのように本当にあのきちんと口角が上がってるかどうかを毎日鏡で確認して、はい、あの笑顔の練習をしていただくのが、はい、あの一番本当に幸せにつながる道ではないかな、うん、そうするとすごくいい顔ができて、はい、みんなにこうそれも広がっていきますね、はい、そっか、そうすると、はい、2018年すごく運気が変わる年らしいので、はい、その初っ端、はい、まず笑顔でスタートできるように、はい、鏡を見ながら練習して、はい、運気を引き込んでいただきたいですね、はい、はい、ぜひ、はい、今日も素敵なお話をありがとうございました。ございません、はい、今年もよろしくお願いいたします、はい、こちらこそよろしくお願いいたします。